ちょっとね、油断すると、ここでジャンプしちゃって、曲がれなくなる。どうも、前原です。WRC6 の、まあ、ちょっとWRC7 に収録されてない、収録されなかった、ステージっていうのを、ちょっとね、走りたいと思います。まあ、次がドイツということでね、ドイツのステージ行きたいと思います。でね、実際ステージ的にはね、5つあったんですよ、今まで。まあ今までWRC6 ではね。でも WRC7 になったら、スペシャルステージが3つと、エピックステージ1個の4つと。まあエピックステージはね、賞味、こういろんなコースのつなぎ合わせなので、まあ、実質2コース減ってるんじゃねえかなっていうね、悲しい現実があるんですね。で、まあこのコースとかもそうだし、このコースもねちょっと面白かったんですけどね、このコースとステージと、これは多分収録されてる、これも収録されてる、これが面白かったんですよ。ここのステージがね、私は本当に面白くて、まあスーパースペシャルステージはね一緒なので、スペシャルステージが減ったっていうのがちょっと残念ですけどね。でここをあれ間違えちゃった、この、ステージをね走りたいと思います。でここのステージの記録、自己記録が3分40秒、トップから18秒差となってますね。早いなぁ。この人年間で強かった人ですよね、確かね。ということでね、早速走っていきたいと思います。WRC6 はね、フォードでずっと走ってましたんで、フォードとなります。セッティングは、別にいっか、特にね。こんなんでしょう。ということでね、早速やっていきたいと思います。いや本当にね、 WRC5 から6の時もなんか減ったらしくて、5はね持ってないんですけど、で6から7も減っちゃってると。まあその分ね、ステージのねリアリティは上がってるんですけど、やっぱステージが減るのは正直残念ですね。次回作ではちゃんとねステージ数増やしてほしいなと思っております。じゃあ早速走ってみましょう。20左3回転30、右4オーバージャンクション押し草アウト回転230、左3ショート&右3キープイン&左530あるじゃん。右4ハイトショートイントゥ左4オープンアホン&クレストイントゥ左3ショート50フラット左30右3ハイト60右440左4キープイン&右5イントゥ左3キープイン&右3キープインアンドコーション左にオフキャンバーオーバークレスト右3ドントカット押し草にキープイン80コーションジャンクション試験員右40右5 60右5 60右5キープインコーションブレーキアンド左1オーバージャンクションドントカット3位に120右4ロンギタイタ30試験員左ナロー30ディップパフォーム80コーション左にイントゥー右5ベリーロング右にドントカットアンドフラット左イントゥーフラット右60コーションハードブレーキヘアピン左オーバージャンクションワイド逆ショート40左5ロング70左4ショートドントカットキンクス40
左4オーバークレスト30、右3イントゥ左3オープンアンドポーション、左3ブレークイントゥジャンクションスクエア、右アンド右にショートドントカット50、右550ポーション、左3ドントカットマスト、星草インイントゥ、右3ドントカットマスト、星草イン50、左5ショートキープインイントゥ、右4カットアンドフラット左30ポーション、ハードブレーキジャンクションスクエア、左グラベルナロー30、そっかここグラベルだ、左6パイプ440、右3キープインイントゥ、左3オープン、右4ナロー、ドントカットロング、イントゥフラット左、アンドジャンクションターバック、イントゥ右4ブレーク、タイト3ドントカット星草イン、アンド左4キープイン、イントゥ右3ロング、アンド左5イントゥ右540、左5タイト3ナロー、アンド右4オープン、イントゥ左5ポーションブレーク、イントゥヘアピン左、ドントカット50、右4ショートキープイン、イントゥ左4アンド右4ショートアンホンアンドフラット左、ハイトイントゥポーションブレーク、右2オープン、イントゥ左1オーバージャンクションオープンキープイン、アンド右3ドントカットキープイン、イントゥ左4キープイン30ポーション、右3ベリーロングハイトアンドフラット左ハイト50ポーション左5ハイトブレーキイントゥジャンクションスクエア、右ドントカットマストイントゥ左430右4アンドフィニッシュ、久々に走ったけど覚えてるもんだね、それなりに。ここの記録は3分40秒か、いやーまあ追いつかないね。ではリプレイ見てみましょう。ほぼね、ノー
十分ですよね。という感じでね、WRC6 に収録されてるステージでした。もう一個あるんでね、動画もう一個作っちゃおうかな。ということで、それではまた。